よし、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。ちょっと懐かしいですから、日本語のブログは。私、飲み会に一つのファンは、ああ、ビデオが大好きけど、日本語のブログはもっと必要って。まあ、じゃあ、しましょうか。実は、ロスの仕事はさっき辞めたんとか、最初からやっぱりあまり好きじゃなかったけど、妻のためによく頑張ってた、でも、やっぱり忙しすぎとか、給料は少ないとか、まあ、いろいろ日本語は勉強できたけど、その仕事はあまり好きじゃない。実は、それより、アパート近くのホテルはいろいろの軍人たちは行くので、その仕事はもっとちょっと、もっと通訳できるとか、給料アップとか、アパート近いで歩くでもいいとか、その仕事は、今度したい。今は基地の中の消防士 の面接じゃなくて募集中けど、いろいろ履歴書をもらったんとか、それはただ電話来るの時は待つ。それながら1年ぐらいでも待つがあるので、確かに待つの間にホテルの仕事がいいと思います。それとか、大学からもうすぐ卒業できるので、まあ、よく考えたとか、大学はいろいろね、もしかして意味ないかもしれない、やっぱり。まあ、通訳者とか、自分でいろいろ勉強するとか、友達と一緒質問すればとか、それので、いっぱい勉強ので、よく日本語はよくわかる。もう10年前に始めたんですけど、いろいろ勉強ので今はまあ悪くないですけど、この今の上等さん、今のわかるぐらいで、いろいろの消防士、通訳の仕事できるとか、ホテルの外人から日本人に通訳できるとか、時々騒ぎながら通訳するとか、それで、大学の最初の目的は通訳者になるので、でもそれで今の大学はできないけど、日本のいろいろ勉強がある。でもそれはやっぱりあまり意味ない。大学はもしかして、頭のオペするとか、月に行くとか、そんなによく分かる必要のものがよく分かるので、その大学がいいけど、ただ通訳者とかいろいろのはあまりやっぱり意味ないみたいですけど、もう今の大学は3年ぐらいけど、その3年の間分かるのことは自分の勉強のことだけ。日本語のクラスはいつも1,2,3,4,5行くから行きますの、それだけのやるけど、通訳者になりたいなら そのままで、まあ悪くないけど、大学前によく分かったので、やっぱりあまり意味ないけど、まあいいけど、そろそろ卒業から元上等の仕事できるとか、まあいいか。でもアメリカには確かに大学は高すぎ、もしかして日本は違うかもね。アメリカにはただいっぱいの人たちは大学行きたいけど、まああまりお金ないので、大学はちょっと村に高いみたい。そんなにでかいっぱいのお金使えるとか、本も必要。本は一つは2万円ぐらいけど、その2万円は本は前2年ぐらい新しいのを作る。でもずっとずっと同じ情報、新しいの情報は出せない。ただ、本の会社のお金アップとか、大学にも、先生は給料あるとか、クラスのお金あるとか、そんなに高い。まあちょっと日本語で難しい。確かに英語でよく説明できるけど、まあわかるかな。そんなに高いは、よく見たらそのお金はどこに行くかな。確かにちょっと
高さが必要、ここでとか、やっぱり大学はちょっと会社ですから、そんなにいっぱいお金使えるわ。大学は一番高いの方できるはするので、衣類の人たちはそんなにお金ないで、銀行からそのレンタルのお金を使えると、卒業からちゃんと仕事できなくなれば、そのデッドはもしかして5%けど、もうただ大学からもしかして卒業すれば、あと給料いっぱいの仕事も見つけるとか、そのレンタルのお金はあと20年30年ぐらい戻る、ずっと働くながら。それはやっぱり危ないみたいけど、僕は子供の時にみんなは大学行くの方がいいと言ったって、先生からお母さんからお父さんから。でも大学行くとか、今は貨幣体のおかげで、昔の貨幣体のおかげで大学は無料とか、ちょっといっぱい勉強ながら、ちょっと政府からお金来るので、それなくなればやっぱり大学行かない。まあ自分の普通の仕事をするながら、自分で日本語勉強とか通訳者になるとか、辞書、映画とかいろいろの勉強からと、ただゆっくり、通訳者になれる、大学なしでも。でも大学、これはいっぱいさっき考えた大学の話けど、まあお金いっぱいけど、それはもしかしていろいろの大学のことは世界はあまり必要ないのせいで、それで高いみたいですから。例えばいろいろな人は普通じゃなくて、あまり必要ないのことはいっぱい勉強するとか、大学するとか。例えば、一番必要のは頭のオペ。それはいっぱいのよく分からなくなれば、人たちは死ぬ、病院に。それは一番よく勉強するはずの仕事みたい。でも今僕のみたいのは、ちょっと日本語のために、まあこのぐらいかもしれない。いろいろはすごく簡単ので、あまり勉強必要ないとか、あまり自分のお金は大学行けばやっぱり必要ない。それとかいろいろな人たちはオーナーたちの勉強とか、まあルーディアが悪くないけど、それでも他の勉強から分かるけどさ、まあ大学の目的とかいろいろやるの人のことはやっぱりちょっと当たらない。まあよく説明できれば、いろいろな人たちは車でよくわかるでしょ？エンジンとかピストンとか、そのよくわかるので自分でわかるでしょ？もしかしてお母さんから、お父さんから勉強したとか、弟友達から、それの勉強ので車がよくわかると、必要ならいっぱいの人たちは自分で車直す。それがいいけど、それもやっぱり大学に行けば、ただ直すのためにはあまり意味ない。自分で友達から勉強できるでしょ。それでそれすればすごく高いなる、大学はレンタルのお金とか。でもね、まあ自分の車デザインなれば大学が悪くない。でもそんなに高さちょっとおかしいね。分か。まあ大学の話はそのままで、他のはロスホテルだな、チェストリグはさっきは書いてたけど、タクティコテーラ、アメリカ会社の上等のチェストリグ、どこどこどこ、チク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 。
これはやっぱり軽いとかいい感じとか、その状況と目的、無敵のやつ。食感のため使える。まあこれがやっぱり涼しい。アパートは今ちょっと暑い。扇風機のはちょっとうるさいので、ミリを取るながら消した。それでもこれがまだちょっと涼しい。よし、それは大丈夫さ。まあ今は夏はすごく暑いとムシムシので、ちょっとプレートキャリアは進む。ふう、他の話やるかな。印刷機は買いましたと。先はいろ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 必要ことは今使ってるみたい。この感じとか、ここの話は印刷機、チェストレグ、そうなのか、ジオか。ああそう、友達のキツネ君はアメリカ買いましたので、ちょっと寂しいけど、いつも貨幣隊の時ずっと一緒だったので、すごくいい友達ですけど、アメリカにない海いっぱいな、インターの時はいっぱい海にいたとか、フリスビーやるとか、いろいろも遊んだった。散歩でも一緒にすごく楽しかった。でももう帰ったので、ちょっと一人ぼっち。あ、そう、でもこの T シャツまで帰ったの目的は、僕とキツネ君とジャスティン君みたいので、3人でいっぱいのよく友達ですから、この T シャツ作ってた。まあ、いつ帰ろうかな。キツネ君とジャスティン君は必ず沖縄戻るけど、その夏ながらはちょっと、まあ、悪くない。仕事卒業からいっぱい仕事やるか。他にはコインケースがメラリンマンセンとか。あ、そう、卒業はまだまだけど、ちょっと宿題を覚えでした。じゃあそれからもう13分か。じゃあ今度もっと面白いことを考えるぞ。じゃあ。